皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいまして、本当にありがとうございます。前回の動画では、このアルバム命全12曲の前半6曲、生老病死、そして命に感謝をする、生まれてきてよかった、そして6曲目には、明治時代に軍勢を創業されました、畑野鶴吉様、そして奥様の花様に捧げて作らせていただきました、一糸乱れずっていう曲を聴いていただきました。それでは後編におきましては、後半、6曲を皆さんに解説させていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあまず早速です。後半1曲目、7曲目は13マイルを収録しております。この歌も、まあ、ライブ等で聴いていただいた方もおられると思うんですけども、京都の嵐山に法輪寺っていうお寺がございます。そして、まあ、京都生まれの私たちにとっては、七五三の上、数えで13歳になった時に、13マイルに行かせていただくっていうのが、まあ、京都市民にとっては結構こう、ポピュラーな習わしになっておりまして、私も子供の時、小学校6年生の時だと思うんですけど、13マイルに両親に連れて行っていただきました。そしてまた、時が経って、両親が天国に帰り、私も家族ができて、娘がまた、数えで13歳になった時に、娘もこの法輪寺さんに13マイルに連れて行かせていただきました。娘を13マイルに連れて行った時に、なんか自分が子供の時に両親に連れてきていただいたことなんかも思い出して、同じことをなんか私が娘にした時に、あ、両親が自分にしてくれたことを改めてなんかこう思い出して感謝するっていうことをまた経験させていただきました。そしてまた数年後にこの法輪寺さんで本当にありがたいことにコンサートをさせていただくっていう機会をいただくことができました。以来法輪寺さんでは3度か4度コンサートをさせていただいてるんですけども、最初にその法輪寺さんでコンサートをさせていただくときに、私も子供のときに、そしてまた娘も法輪寺、その13前に連れてこさせていただいた、そんな思い出を込めた曲を作りたいな、という、そんな思いで、13マイリっていう曲を作らせていただきました。全国この曲はなんかすごく好きでリクエストいただくことも多いんですけども、今回の命のアルバムにはまた新しいアレンジで収録させていただいております。それでは後半1曲目、7曲目、13マイリお聴きください。ありがとうございます。13マイル聴いていただきました。振り返らないで渡った渡月橋という歌詞がございます。法輪寺さんで、まあ、ご本尊の虚空蔵菩薩様に、お祈りお参りさせていただきまして、知恵を授かり、そして、ちょっと高台にあります法輪寺さんから降りてきまして、渡月橋を振り返らずに渡ると、
国蔵菩薩さんからいただいた知恵を授かったまま、成長していける、なんかそんなこう習わしになっております。まあ、ですのでよくまあライブでも言うんですけども、私もなかなかあの両親の言うことを聞かない子供だったので、けいちゃん振り返ったらダメやよって言われたのに、もしかしたら、振り返っちゃったばっかりに、なんかなかなかこう知恵を授かれずに、なんか大きくなったんじゃないかな、なんかね、そんな気がしないでもございません。ぜひまた皆さん、コロナが収束しましたら、私の大好きな嵐山にお運びいただきまして、お越しいただきまして、ぜひまた法輪寺さんに参拝していただけましたら、法輪寺さんが見晴らし台っていう、まあ、すごいちょっと高台がありまして、そこから嵐山、渡月橋を含め嵐山をこう見晴らせますので、またお参りしていただいて、その高台、見晴らし台からまたね、嵐山の眺めを見ていただきたいなと思います。でまたもしご住職、素晴らしい藤本ご住職がおられましたら、堀内さんの13参りを聞いて、今日は法輪寺さんにお参りに来させていただきましたと一言お伝えしていただきましたら、藤本ご住職も優しい笑顔を浮かべながら、そうですかとおっしゃるだけやとは、まあ思うんですけども、ぜひまたお伝えしていただきたいですし、またぜひ法輪寺さんにお参りしていただけたらと思っております。よろしくお願いします。それでは後半2曲目、8曲目に収録していますのが笑顔という曲です。2011年3月11日東日本大震災から今年でちょうど10年が経ちました。この東日本大震災で奥様を亡くされました、宮城県名取市にお住まいの木更俊一さんと、本当にまた素晴らしいご縁をいただきまして、神戸での東日本大震災、阪神淡路大震災、そのまた震災を遭われた方たちの交流の場に私も歌いに行かせていただく機会がございまして、2013年に出会わせていただきまして、木更さんに捧げて作らせていただいたのがこの笑顔という曲です。それでは8曲目に収録しております笑顔をお聴きください。Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. お前のそんな嬉しそうな笑顔を見たよ。あれから何年も経ったけれど、ずっとここで待っていたんだ。お前の背負った悲しみを一緒に背負いたくて、ずっと差し出してたこの両手をやっと掴んでくれたね。今夜は朝まで飲んで歌おう、泣いて笑って語り合って涙に ありがとうございます。8曲目の笑顔を聞いていただきました。で今年はまた東日本大震災から、まあ、10年を迎えるということで、新たに木更さんに捧げて、木更さんと奥様に捧げて10年っていう曲を、まあ、作らせていただきまして、 YouTube にもアップしておりますし、各種音楽配信のサイトでもこの10年っていう曲を配信しておりますので、またよろしかったら聴いていただけたらと思っております。私にとってはまあ本当に大切な、この曲も大切な、なんかこう絆の歌になって
一生歌い続けていきたいなと思っている一曲です。それでは続きまして、ここからが、9曲目、10曲目、11曲目と、後半はねラブソングがなぜか3曲続きます。まずその9曲目のラブソング 3曲続きます。1曲目は Never Let You Go、 もう二度と君のことを離さないよっていうちょっと大人のラブソングになっております。それでは、9曲目のラブソング Never Let You Go 聴いてください。ありがとうございます。ラブソング3連続の1曲目は、ちょっと大人のラブソング Never Let You Go、 この曲も、石田さんのアレンジがすごくかっこいい1曲になっております。この曲も結構人気があって、なんかこう好きやって言ってくださる方が、おられるので本当にありがたいなと思っております。じゃあラブソング2曲目はこの胸のときめき、この曲も、本当にまたちょっと大人のラブソングなんですけども、で日本人っていうのは、私がやっぱりこう花を送ったりするのがなんかすごく好きで、日本人ってあんまりそういう習慣がないんですけど、海外では結構こうなんかそんな何気なくこう花を送ったりされる、なんかね、そういう光景、映画なんかでも見た、よく見るんですけど、なんか日本人がもっとなんか気持ちを伝えるときに、もっと気軽にこの花をパッと買って、渡したり、プレゼントしたり、なんかそんな習慣になったらいいなっていうのと、そしてこの中では、バラを送るっていう表現をしてるんですけど、素敵な花いっぱいあるんですけど、やっぱり私が一番好きな花は、バラ でやっぱりこの愛する思いを伝えるのには、やっぱり私はバラが一番似合うのではないかなと思います。先ほどの、軍勢の話をしましたけども、その軍勢バラ園なんかにも本当に美しいバラが、いっぱい咲き誇ってまして、またさまざまな、最近はなんかバラの種類も増えて、いろんな色のバラがあるんですけど、やっぱり私は濃い、紅シンクの、バラの色がね、やっぱり私は一番好きで、なんかそんなイメージを心に抱きながら作らせていただいた、ラブソング、この胸のときめき、お聴きください。
し合えてもう一度輝き始めた。ずっと前になくしたと思っていたこの胸のときめき、変わらない週に溢れる喜び。いつものカフェで君を待ちながら、赤いバラに込めた想いがどうか伝わるように。ありがとうございます。ラブソングの2曲目、赤いバラに込めた思いがどうか伝わるように、ロマンチックな表現をしております。前半で、小老拍子を歌ってた人とまた別人のような面があるかなと思うんですけども、後半はちょっとロマンチックな曲を収録しておりますので、まあ、前半では人生の小老拍子のところを感じていただいて、そして後半ではなんかこう人生の、まあ、潤い、ときめき、なんかそんなところを心の中で感じていただけたらありがたいなと思っております。それではラブソング3曲目の11曲目に収録しております時空を超えた愛も聴いていただきたいなと思います。でこの曲もまたちょっと珍しい曲でして、歌詞の中で前世、今世、来世なんていう言葉が出てきております。前半で私もお話しましたけど、私はまあ天正輪廻、生まれ変わりというものを信じておりますので、まあ前世のご縁がまた今世、また出会ったりして、また今世巻いたこのご縁がまた来世であったりして、それはいいご縁も悪いご縁も、なんか私はなんか縁起の理表で繋がっているように思うんですけども、ですので、まあ今回本当にたくさんの方と出会いますけども、その出会った中でも、なんか会った瞬間から初めて会ったような気がしなくて、なんかもう本当に10年前、20年前から友達のような気がする方ってきっとおられると思うんですけども、もしかしたら、まあこれも私のまあ想像ですけど、そういう方っていうのは、もしかしたら前世、何百年か前にどこかの国で、どこかの土地で生まれた時にも、またその方と出会って、何らかのまあ交流をさせていただいた方と、時空を超えて何百年の時間を超えてまた今回、まあ、この日本で、生まれ同じ時代に生まれてそして出会ったなんかどっかそんな懐かしさを感じるような方もおられるのではないか、そんな風になんかこう考えたりする時があります。それでは前世今世来世という言葉が出てきます時空を超えた愛っていう曲をお聴きください。優しい微笑み深く澄んだ瞳の色すべてを知っている初めて愛し合ったのかも。
ありがとうございます。ラブソング3曲目は時空を超えた愛、お聞きいたしました。途中で今のところ感想のところで、まあ、英語での、まあ、セリフ、ラブメッセージが入ってるんですけど、ライブでやるときはうーの方を歌うので、あのセリフの方を言えないことが多いんですけど、今聞きながら、あ、こんなセリフが入ってたなと、なんか自分で改めて聞かせていただきました。ですので後半 Never Let You Go、 この胸のときめき、時空を超えたい、まあ、このあたりの曲で何か心に潤いを感じていただけたらありがたいです。前編後編とこう、解説させていただきました。この、アルバム命ラスト、いよいよ12曲目なんですけども、最後は祈りっていう曲で締めさせていただいております。まあ、天正輪廻というお話もさせていただきましたし、まあ、生老病死、四苦八苦の中で愛する人と別れる悲しみみたいなものもお話しさせていただきました。でも、まあ、別れと同時にまたいつか会える、それを私は何かこう信じたいなと思って、この祈りっていう曲に込めさせていただいて作らせていただきました。別れは寂しいですけど、必ずまた会えると私はまたどこかで信じています。それはもしかしたら今回の人生で会えないかもしれへんけども、また次生まれ変わってきた時にもしかしたら会えるかもしれない、それぐらいの気持ちで、なんかこの時間の永遠の時間の流れを、永遠の命の流れをなんか捉えていけたらいいな、なんて思っております。それでは12曲ラストに収録しております祈りっていう曲をお聴きください。あなたと共に過ごせた時を、私はずっと忘れはしない。幸せすぎてこのまま時が止まればいい。私はいつも願っているから、離れていてもあなたの幸せ、あなたの笑顔を祈っている。ありがとうございます。12曲目は祈りっていう曲を収録しております。この曲もアレンジしてくださいました石田裕二さんの本当に美しいアレンジが私が、まあ、大好きな曲です。いろんなまあ写真がまた中にこうライナーにも入っておりまして、軍勢記念館、イゲハウス、平安神宮、そしてこれは、まあ、この今回のアルバムには収録してないんですけども、妙心寺で大王院、このまあ襖絵の歌も作らせていただいた、この大王院の、美しい襖絵、宮江市の安川仁夫さんが描かれた襖絵の絵の前で、
こちとね座っている写真でありますとか、またジャケット後ろはこのバラの中で、こう立っている写真なんですけども、これが先ほどもお話したことがあります綾部の群瀬バラ園でのね、この綺麗にバラが咲いているところで撮っている写真でございます。またこの CD を撮りましたところに写っている写真は、これがあの笑顔を作らせていただきました宮城県名取市のお住まいの木更さんと一緒に、名取市の閖上の仮設住宅で一緒に3月11日の追悼式典で木更さんと一緒に笑顔を、歌わせていただいている時の写真です。なんか写真だけ見てると私があの木更さんを励ましてるというより私の方がなんか堀内くん頑張りようって言って励まされてるような、なんかねそんな表情がまた懐かしいなと思いながら、見させていただいております。前編後編にわたって、前編6曲、後編、6曲全12曲を、今回この命というアルバムをなんか1曲1曲に私もなんかね込めた思いが今回12曲すべてにありますので、ぜひちょっとねあのお話しさせていただきたいなと思って、聞いていただきました。長い動画になりましたかなりましたけども、最後まであのお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。5月いっぱいは、まあ、あの先ほども言いましたように緊急事態宣言5月末まで京都出ておりますので、今のところ、まあ、全てのライブイベント等が、まあ、中止または延期になって、おりますので、今でしたらまたなかなか結構ねお電話いただいても対応しやすいので、よろしかったらまたこの命をまた聞きたいという方がおられましたら、あのコメント欄にあの書いておりますメールアドレスにご住所をメールで送ってくださいましたら送らせていただきますので、また CD がつきましたら同封しております振込先にお振込3000円プラス消費税3300円になっているんですけれども、送料はこちらの方で負担させていただきますので、ぜひまたねお申し込みいただけたらありがたいです。またあのメールよりももう電話で申し込んだ方が早いという方がおられましたら、あの電話番号も書いておりますので、そちらの方にお電話いただきましてご住所をお聞きさせていただきまして送らせていただきます。で今回5月12日申し込んでいただきました方は、5月5日に配信させていただきました4月5日、今日も来ておりますこの天柄門という映画を、昨年12月に見に行かせていただきました。この天柄門という映画は私もかねてから尊敬しております明治から江戸時代から明治にかけてもう経済的な分野で本当に大きな仕事をされました五代友厚様を描いている映画です。でこの五代友厚を描いた映画天柄も見に行かせていただきまして、映画に感動するとともに主演を務めておられます三浦春馬さんのもう本当に魂を込められた渾身の演技に私はもう本当に感動して、ちょっと大げさな言い方になりますけども、本当に雷で打たれたかごとくちょっとこの感動惚れ込んでしまい、以来、今日まで、今はまあ映画館が閉まっていけないんですけど、17回、天柄も見に行かせていただきまして、様々な角度から、この映画に、私がこんなところに感動しました。今回はこんなところに感動いたしました。っていう動画を何度も何度もアップさせていただいています。この天柄も、また三浦春馬さんの演技の素晴らしさを何度も伝えるうちに、また全国の三浦春馬さんを心から愛する皆さんと、また交流させていただくようになり、また4月5日の春馬さんの誕生日には私がいつもライブをしております祇園のライブハウスジョニーエンジェルでバースデーナイトというイベントもさせていただきまして、たくさんの方と一緒に春馬さんのバースデーもお祝いさせていただきました。そしてまた多くの方の春馬さんへの純粋な思いを聞かせていただきまして、その皆さんの本当にファンの皆さんの純粋な愛の思いを今回歌詞に込めさせていただきまして、4月5日っていう曲を作らせていただき、5月5日に配信させていただきました。 YouTube でもお聞きいただけますので、またぜひこの4月5日もお聞きいただけましたらありがたいです。でこの4月5日っていう曲を、5月中にこの命をお申し込みいただきました皆様には一緒にこの4月5日の CD もプレゼントで送らせていただきますので、合わせてこの4月5日もお聞きいただきたいなと思っております。
前編後編にわたりまして命12曲、解説させていただきました。ぜひまたお一人でも多くの方に、この CD を手に取っていただき、そして聴いていただきまして、心の中になんかあったかい思い、そしてこの命をいただけたことへのなんか柔らかい感謝の思いが皆さんの心に湧き上がってくることを心から記念しております。本当に長い動画になりましたが、最後までご拝聴くださいまして本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。生まれてきてよかった、君と出会えたから。